I'll be back. I'll be back. ちょうど今イヤホンつてかヘッドホンつけた瞬間に I'll be back って聞こえてきた。なんていいタイミングで戻ってきたんだ。ではでは、はい、探索を始めようと思います。はい、これあれよね、探索できる場所は、ま、はい、うん、この目玉がついてるところです。はい、また本系のやつはあれよね、私が読んでもわかんないよね、きっとね。うん、かも。うん。私が読もうか、じゃあ。うん。お願いしよう。ん？あれじゃない？これ、なんだっけ、お名前忘れちゃったわ。あ、私ですか？そうです。あなた、ソヨグです。出てきた。出た、出た。ソヨグさんだったら読めるんじゃないかな。ああ、はいはいはい。この辺の資料についてですか？うんうんうん。まあ、一緒に見るけど、はい、私も。ああ。では、そうですね。じゃあ一番手前の、この本の上にある目玉からいきましょうか。はい。置いてある資料の内容は素人目で見ても、あなたの生きていた時代の技術力をはるかに超えていることがわかる。神話やオカルト的な事象も科学的な視点で観測しているようだ。というところで、ね。では、うん、そうですね、ソヨグがいるのでこちらを発見しましょう。お、ちょっと待ってね。これじゃない、外がうるさい、じゃない、こうやってよいしょ、ほら、これと石灰について、水星について。長いです、また。本当だ。じゃあ、情報に貼っときますね。はい。はい。ピー。ピッピ。ではついでに読み上げさせていただきます。はい、お願いします。石化について、論文、石化の疑似コールドスリープ転用。ガタノソワの目を直視すれば、あらゆる生物の細胞は硬化していく。この細胞硬化能力は恐ろしさと同時に人類を存続させる希望にもなり得るのではないか。最新の研究で細胞硬化以下石化と呼称、細胞硬化されたものの脳が石化以降も活動していることが判明したのだ。つまり石化イコール死ではなく、眠っているような一種の仮死状態であると仮説が立つ。世界最古のシュメール神話から逆算、古代の惑星配列から人類最盛期の惑星配列に変化するまでに最短でも45万年を要する。この膨大な期間、人類が石化による仮死状態をしのぎ、肉体と精神を保つことができれば再び復興することも現実味を帯びてくるのではないか。問題は、脳が生きているイコール意識があるの図式が成り立つ場合、数十万年動けず眠ることもできず、地獄の退屈の中で生き続けることになる。いくら肉体が死んでなくても正気を保てるとは到底思えない。それでは意味がない。石化状態で意識があるかどうか、石化したものと意思疎通を図ることができれば簡単に答えにたどり着けるだろう。テレパシー研究も並行して進めていく必要がある。追記、ハイパーボリアの魔術師が使用する銀の光線は石化解除には使用できないことが判明。かー、ここにあったか。続いて水星について、論文、水の惑星 GJ1214B。グロース接近によって惑星配列が大幅に狂わされて以降、地球の衛星軌道上に乗った青い星、一見月より大きく見えるが実際の質量は月と変わらない。
ではなぜ二回りほど大きく見えるのかといえば、この星の表面の 98% が水で構成されているからだ。重力によって水が惑星に張り付いている。しかもこの水の中には微生物が含まれているのも観測された。ごく稀に地球の引力に惹かれて水星の水が雨として降り注ぐ時期がある。残念ながら今の雨量程度では生物が続くには到底足りない。しかしそれでもこの惑星の総水量は海面が極端に下がってしまった地球への恵みの水になり得るのではない。このような論文を発見します。あっちゃったね。しまったぜ。MP を使っちまったね。いや銀の光線、まあそうか、そうよな。あそこでいくらかけてもダメだったんだ。うん、はい。そしてですね、今ソヨグさんが一緒にいるの。あなたたちは机の上に乗っているこちら、球心の印を見つけることができるでしょう。球心の印、ね、うん、これが本物。はい、こちらが我々が探し求めていた球心の印増幅器というものです。うん、こちらさえあればガタノスワの目を見てもおそらく石化しないで済むことでしょう。おう、そっか、目がたくさんあるからどうしたって目が合っちゃうってことなのか。そうなんです。私が持ってるけど私でいいのかな。いや、真ん中に置いとく。いや、なんか有効範囲とか、まあ持ってれば平気な感じなのかなって。ああ、そうなんです。こちら実は、はい、まだ設計がそんなに足りていなくてですね、効果範囲が、あれ、効果範囲がで切れちゃったな。あら、こちらですね、設定がうまくいってなくて効果範囲がかなり狭めです。かなりかなり狭め、はい。まあ、お二人が一緒に立っていれば、まあ、問題なく機能するでしょう。うん、ああ、なるほど。離れすぎると、そうですね。感じか。なるほど。理解しました。では。じゃ、奥の棚調べたいです。はい、奥の棚ですね、はい。香水が入っていそうな薬瓶に炭褐色色の液体が入っている。ラベルに記載されている成分量はほとんど理解できないが、一人分だということぐらいは理解できるでしょう。うん、ソヨグさん、はい、何でしょう。これなんだかわかります？ああ、こちらは冥王星の薬というもの。冥王星の薬？はい、こちらを使用すると一度だけ過去の映像を見ることができます。過去の映像、例えばここで何があったとか、そういったことですね。うん、見ることができるだけだから干渉はできないんですよね。はい、うんうん、これって例えば使った後の副作用的なものとかって知ってます？いや、特にはありません。ただ見るだけなので。なるほど、大事そうだね。ね、持っておこうか。持っていきましょう。ここが大丈夫かな。じゃあこの行く、この謎のやつ、うん、謎のやつ見ます、はい、一番気になる謎のやつ、うん、はい。ではこちら、中央に目立って保管されているのは人一人が入れそうなカプセル型の装置だ。だが何かわからないし、軌道などもってのほかだろう。うん、こういったものです。ワープホールみたいな。あー、これで過去のやつを見れば何に使ったかわかったりするのかもね。なるほど。でもここに使って正しいのか分かんないから若干不安ではあるよね。私分かりますよ。あ、分かっ、ソヨグさん、ソヨグさん、ソヨグさん、これって何なんですか？はい、こちらはですね、コールドスリープ装置というものです。あ、先ほどの論文にもあった通り、はい、
石化して我々はどうにか人類を生きながらえさせないだろうと思ったんですけど、やはりそれはさすがに厳しいということで、こちらの装置を編み出しました。うん、こちらはですね、ムー大陸の技術の粋を結集してようやく完成したたった一つの機械です。ガタノスワの事件がなければ、コスト削減、量産化などの工程を踏み、グロースの接近によって滅びが決まった地球で人類を存続できる可能性を秘めていたんですけれども、まあ現状の問題は、これを使用した場合、外部から取り出す人がいなければ解除不能であるということですね。まあこれさえあれば、生きたまま眠ったようにこの中で時を過ごすことができるということです。うんうん、ということは一人分だけなんですね。はい、あの我々が石化さえされなければこれを量産することができたんですけれども、うんうんうん、何分騙されて石化されてしまったもので、開発なども全てストップしてこれ一機だけとなってしまいました。なるほど。そうですよね、石化だと意識がある状態で固まってたってことですもんね、ソヨグさんは。そうですそうです、うん、はい、なので久しぶり、何万年ぶりとの人との会話なのでとても楽しいですそれは良かったよかったね、よく気が狂わなかったですね、はい、これだけの何とか本当に何とか何とかでした。なんか可愛く見えてきた ね, ねね、あれでしょ、いつから何万年でしたっけ。いやー、もう何年でしょう。そうですね、数何万年もとしかわからないですね、うんうん、覚えてないぐらい何万年もの間、はい、敵対勢力の親方と睨み合ってたんですもんね。そうなんです。うん、もう見たくないですよあいつですよねあいつは今どう思ってるんでしょうね。なんだあいつだけあー、なるほど。うん、ここ以外は調べられとかないですか。目星触れますか。そうですね、目星触らなくぐらいでしょう、調べ。うんうん、じゃあ、冥王星の薬は特に使わないでいいですか。どうしよう、なるよね。うん、この後の流れをちょっとでも整理した方がいいよね。これを持っていく、ガタノスは。ソヨグさん、はい、そういえば私この剣持ってるんですけど、これなんで向こうが持ってたか分かります。あ、それは私が持ってたやつですね。あ、そっか、ごめんなさいよく持てましたね、結構重いでしょう。いやー、筋肉だけはあるんですよ、いろいろあって。私でも持つのが精一杯なのに。そちらの剣はですね、天の村雲という、うん、唯一ガタノスワに傷をつけることのできる我々が開発した武器です。おう、まあそうですね、先ほど見つけた球心の印が盾ならばそちらが矛といったことですね。うんうん、なるほど。その2つさえあればガタノスワに対して攻撃を加えることも可能でしょう。なるほど、この天のブラクも投擲で投げつけると。いや、切りかからないとダメですね。そうですね。あ、違うのね。あ、相手にこう奪われちゃうかもしれないし。そう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 。大事に大事にして。投げたらだって戻ってこないよ。そう、頑張って作ったんです。そっか、ブーメランみたいに帰ってくるかなって。あなたはそんな技能があるんですか。すごいですね。ちょっと何回か素振りしてみないと分かんないけど、芸術ブーメランみたいにしないといけない。え、ソヨグさんは、はい、ガタノソのガ、ガタノソワですかね、ガタノソワは見たことあるんですか。要は大きさとか、その火山にいるからこの剣がすごいでっかくてもまず届く範囲にいるのかなってちょっと思って。
そうですね、まあ、結構でっかいから逆に当てやすいかとは思いますね。あでっかい。あと、はい、うん、あなたは今本物の球心の印を持っているので、こちらでダメージも少し軽減することもできると。うん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 。あとですね、こちら我々がすごく頑張って作ったので、ダメージ軽減とともにあの目を見ても石化しない、プラスもしも攻撃などを受けた場合はその攻撃をそっくりそのまま弾き返すという効果を備えております。優秀じゃない。はい、頑張りました。優秀だな。なんて優秀なのかしら。そうなんです、頑張って作ったんですけど、我々がいざって言った時には石化されちゃったというか、偽物捕まされちゃったとか。ちなみにそのガタノソアに弱点とかってあったりするんですかね。弱点、まああえて言うならこの天の村雲こそがやつの弱点ですね。うんうんうん。おそらくこれ以外の攻撃はほとんど通らないでしょう。なるほど、なるほど。ということは、仮に私がガトノスアに対してこうわーって攻撃するしに行く時になっても、一緒に青梅ちゃんも来てもらわないと石化しちゃう可能性があるよね。そうですね、安全第一を考えるのならば、お二人で剣を持って振った方がいいかもしれません。なるほど、二人で剣を持つ。私支えるだけになっちゃうけど大丈夫かな。それかもしあれだったら、ここのどっかに紐ぐらいあると思うから、おんぶ紐で私おんぶしながら。いや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 。その場合対抗が入ります。うん、まあ、超軽いけどね。うん、それか一緒に走ってきてもらうとかね。うんうんうん。どうなんだろう、二人でってなんか現実的に考えたら持ちづらいけど、どうなんだ、二人で持って利点的なものはあるんですか。ですね、うん、ではちょっとだけお教えしましょう。本来これは一人じゃ持てないです、うん、本来本来、ね、だから本来は二人で持って戦う用の武器です、うん、なるほど。今あなたはすごい筋力だから一人で持てますけど、うんうん、本来はないです。うん、私がアホなんだよね多分ね。そうなんだよね。じゃあ青梅ちゃんもちょっと、うん、片手添えててもらって。わかった。ケーキ入刀的な感じで、あれで、うんうん、ポそうですね。きっと剣も力を発揮することでしょう。うんうん、いや、二人でやればとりあえずじゃあ範囲的な問題は解決する、うん、として、この薬ここで使うのか、それとも、うん、そのなんだっけ、サニド様、うんうんうん、のところで使うとか。サニド様はなんであそこにいるんだろうね。ね、うん、寝てたのかな、なんかしようとした瞬間でも、こう氷じゃないや、石にされた感じだもんね、うん、そうですね、おそらく我々をガタノソワが起きたことに気づいてこちらに来てくださったんだと思います、うん、しかし動こうとした瞬間におそらくガタノソワに石化させられてしまったのでしょう。うん、いうことはそこまで分かってるってことは、あれか、そこで使っても情報は出ないか。ソヨグさんは嘘ついてないしね。うん、これここで使う意味ってあると思います？ソヨグさん。まあどうなんでしょう。まあイザイがここにいた時の情景とかが見れたりするかもしれないです。なるほど。もともと我々の研究所だったんですけど、それがクトゥルフ派に乗っ取られてこんな感じに。まあ、そうか、うん、でも消去法で考えたら、あのイザイですね、イザイ塗るところで使っても、情報はソヨグさんがもう一緒にいたから出てくるのは一緒だし、うん、町の人たちも多分何が何だって時に石化しちゃっただろうし、うんうん、で考えると
ここで使うのがこの先、この先で使うかなみたいな感じはあるよね。うん、じゃあもうここで使っちゃった方が良さそうだな。使っちゃいますか？わあ、なんだそれ。あおめちゃんに。じゃあ使います。はーい、かしこまりました。では一回目玉をしまいます。よいしょ。よいしょ。目玉をしまう。チェックマークが目玉だからね。目玉をしまう。よいしょ。私パン25か。強すぎるな。はーい、では行きますよ。はい。はい。では冥王星の薬を使用するとあなたは夢を見る。よいしょ。おっと、ちょっと待ってね。保管庫で冥王星の薬を使用するとあたりは保管庫のままだが、研究員のような服がコールドスリープ装置を整備しており、霊装に身を包んだ宗教家のような者たちが札のようなものを持って話している、うん、余計なものを作りやがって、ガタノソア様の討伐などさせるものか。しかしこれでソヨクは求心の印を持ったと勘違いしたまま挑むことになる。では、あなたは夢から覚めました。いる。ケロ。残像。あ、うん。私、今、寝てた？うん。なんか、立ってはいたけど、なんか目は閉じてたよ。うん。今、ここに、多分昔の遺材なんだろうね。が、いて、ソヨグさんをバカにして笑ってたね。なるほど。そう、なんか偽物つかまれて、おつわらわらみたいな。なんてやつだ。なんてやつだ。そっか。ここで使っちゃダメだったのかな。ダメだったかな。思った以上に短かったな。でも使っちゃったもんはもうどうしようもないしね。そうだね。じゃあとりあえず、じゃあ一票行く？行こう、向かおう。うん。はい。もうあなたたちはきっとヤツと相対することもできると思います。うん、行きましょう、山へ。はい。じゃあ向かうでいいですか？向かいます。はい、かしこまりました。では再び戻ってきました。うわ。じゃあもう向かうでよろしいですか？はい。では、あなたたちが準備を整えて山頂にたどり着けば、山全体が大きく揺れる。山頂にあるクレーターが蟻地獄のようにずるずると陥没していく。そしてその中心から紫色の毒々しい煙が噴き出し、その中に大きな手が這い上がるシルエットが映る。煙が晴れて現れた神は象のような長い鼻を持ち、数えきれないほどの触手をうねらせる80メートルの巨大な怪物だった。よし、びっくりした。おお。本来であればすぐさま正気を失うよ。大いなるものに守られている安堵感によって軽減されます。3チェック。はい。これ私だけよね、多分ね。はい、そうです。はい。セコです。素晴らしい。ちゃん強すぎだろ。では、産地を1減らしてください。1で。はい。
1。はい。ではですね、お二人でケーキ入刀みたいな感じで持つでよろしいですか。はい、はい、メインが私で持ちます。はい、では少々お待ちください。はい、夜にチューしちゃった手前ちょっと照れてそうだな。私は知らないからな、うん、多分ムンって持ってると思う。よいしょよいしょ。アタノスは入刀。これは綺麗に切れるかな。上手に切れるかな、うん、上手に切れるかな。これ何で振るんだろう。あ、日本刀技能だ。はい、今あなたたちのところに日本刀技能を追加させていただきました。ほう、はい。代表者1名がこちらを振って成功すればダメージが入ります。ええ、私65。私も65。ああ、一緒です。2人で持ってるの。あったから。あ、そっか。で、ついでに当たった時のダメージも下に追加させていただきます。今私デメ高いからあんまり。ああ、はい、まあその辺はプレイヤー会議で大丈夫です。これダメボも同じですか。ダメボも同じです。今あなたたちは2人で持ってるのでこのダメージです。OK です。じゃあデメ高くした方がいいダメージを私が振って。ああ、うん、OK。 日本刀をココミちゃんに振ってもらおう。じゃあとりあえず私振ります。はい、はーい、いけ。ナイス、素晴らしい。すごすぎ。行くね。では少々お待ちください。そっか。はい、もうこれで2人で一緒に振ったので、うん、もうあおみちゃんは動けません。あら、あれダメージは。あ、そうですね、うん、その前に、うん、スペシャル。大きいのでいいでしょう。このまま当てます。はい、ではダメージ振ってください。いきます。お願いします。お、素晴らしい。結構でかいね。すごい。そう、そう、今あなたたちは2人で持ってるのでこの感じですね、うん、では装甲がこのガタノソワ君あります。はい、装甲10を引いた31入ります。ちょっと待ってね。あれ、これが 4D10-5-2、これ今あなたたちの2人のストリングスとサイズを足してダメボが入ってるので、うん、本来こんなダメージでかくないからねっていう、うんうんうん、あなたの筋力のおかげです。すごい。よし、さすが筋トレしてただけある。でもこれはこれでも全部1出たら、うん、走行でもうゼロダメになる可能性はあるのね。うん、あ、じゃあ31結構でかく出たね。はい、でかく出ましたね。いい、素晴らしい。はい、では続けてガタノソワ君攻撃に入ります。当たるかな。当たりました。うっ、じゃあどっちに当たったかどうか判定します。はい、ハンドアウト2。うん、ここみちゃん回避、はい、振ってください。はい、私は回避をする。ナイス、素晴らしい。では避けました。避けましたがガタノソワ君常時回復入ります。 1D10。 うわ、結構回復する。ということは組織24。うん、では再びあなたたちのターンです。はい、はい、振ります。はい、どうぞ。頼む、日本刀技能頼む。なんで、はい、あ、残念。ではあなたたちが勢いよく天野村雲を振りかぶりましたが、どうやらまあ2人で振ったからちょっと息が合わなかったんでしょう。刀はあらぬ方向を切り裂きます。うん、惜しい。失敗しちゃった。ではガタノソワ君触手入ります。成功しました。ではどちらに当たるか判定します。ハンドアウト1。はい、青目ちゃん回避どうぞ。回避、
OK。素晴らしい。ではあなたは、ぬかたのさんの触手を華麗に避けることができます。しかし常時回復が入ります。いやー、2、あ、 OKOKOK、 よかった。では再びあなたたちのターンです。日本とじのターン、大丈夫かな、頑張れ、大丈夫、もう一回やってダメだったら、うん、変わって、うん、そうしよう頼む、お願い、大丈夫、神様、神様、ダメだ、私はもうダメ、危ねえ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 。ではどうしたことでしょう。ココミちゃんの剣は再び、そうですね、触手の先端のほうちょ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 っと切り裂くぐらいで特にダメージは入りません。では続いてガタノソワ君、触手入ります。うわー、めっちゃ成功する、80だもんな。ではどちらに当たったか判定します。ハンダワード1、青梅ちゃん回避どうぞ。はい、うえ、はい、では危ない。しかしですね、あなたたちは求心の印増幅器を持っているので、はい、本来のダメージに半減した状態のダメージを負います。はい、さあいくついくかな。死んでる死んでる。ではあなた一応12減らしてください。はい、かしこまり。そういえば反射するカウンター機能ってどうやって発動するんだろう。はい、まずやりましょう。はい、まずはですね、青梅ちゃん、あなたは何度も死んだことがあるだろう、小気度喪失は起きません、うん、はい、しかしココミちゃんはガタノソワ攻撃によって通常では想像もつかない死に方をする青梅ちゃんを見てしまいます。あ、自分の体よりはるかに大きい触手の一本が青梅ちゃんに直撃してしまう。その大きすぎる衝撃によって頭はひしゃげ、脳髄は飛び出し、目玉は転がり、体は骨ごと潰れて紙のようになり、押し出されるかのように内臓の粒が。しかしたとえ獅子が吹っ飛ぼうとも、青梅ちゃんにとって死は身近で当たり前で日常だ。しかし見知った人間の死を見たからか、もしくは凄惨な光景を目の当たりにしたからか、どちらにせよ君は精神的に大きなショックを受けてしまう。3チェックです。はい、ごめん、消防士ならちょっと見慣れてるとかないかな。うわ、素晴らしい。では3値を1減少。はい、1で済むんだ、すごいな。まあまあまあ、求心の印増幅器も今あるからね。そっかそっか。はい、それで先ほどおっしゃっていただいたように、今触手からの攻撃が入りましたのでカウンターが発動します。お、うん、ここで入るんだ。はい、これは触手からの攻撃があなたたちに入った場合、これをそっくりそのまま跳ね返します。はい、なので12がカウンターとして入ります。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、 そしてプラス常時回復が挟まります。うん、よし、いいね、いいよ。よしよし、では再びあなたたちのターンです。そしてですね、青梅ちゃんは復活します。はいはい、あー痛かったよ、いしょ、おかえり、ただいま、じゃあ、うん、私が振るね、お願い、ダメですね。あ、これは回復される一方だな。ではそうですね、あなたたちはどうしたことでしょう。全然足並みが揃わない、あ、右と左に同時に動こうとして全然剣を振るどころではなくなってしまいました。あれ二人三脚のみたい、うんうんうん、いや多分動揺しちゃったんだろうね。うん、今死んじゃったとこ見たからね。うん、では触手入ります。成功。ではどちらに当たったか判定させていただきます。ハンドワード1、青梅ちゃん。またか。はい、回避どうぞ。でもそうね、当たるよかいいでしょう。よし、はい、わー成功っけ。よし、素晴らしい。ではあなたは華麗にその触手を避けることでしょう。はい、しかし常時回復が入ります。常時回復6。うん、さあ、あなたたちのターンです。はい、どうしよう、どうしようか、もう一回じゃあ私が振る。うん、
お願いします。なんでどうして。はい、じゃあ触手振ります。はい、回避の、はい、回避の準備してる、はい、あーポポミちゃんです。まずい、どうぞ頑張って。私は回避を成功する。うわー、成功した。ナイスナイスナイス。ではあなたは素晴らしい回避能力で触手を避けることに成功しました。シャラー。しかし常時回復が入ります。7。あーやばい、さっき私が死んだ分がもう全部。そうだね、そうですね、先ほど一撃目でえぐった傷がだいぶ小さくなっていることがあなたたちの目に見てもわかるでしょう。ではあなたたちのターンです、どうぞ。頼んだココミちゃん。ココミ行きます。うわー、ナイスでしょ。ではダメージ振ってください。はい、23、走行10を引いて13ですね。さっき相当やっぱすごかったもんね。相当入ってたね。うん、うん、はい、では続けてガタノソワ君触手いきます。はい、失敗しろ。成功。あ、さあどっちかな。1、青梅ちゃん回避どうぞ。はい、オッケー。はい、素晴らしい。オッケー。では華麗に避けることに成功しました。そして常時回復が入ります。8、出るなー、回復するなー。8、再びあなたたちのターンです、どうぞ。いきます。えい、うわー、ナイス、素晴らしい。いいね、よいしょ。 おすごい、いいね、素晴らしい、いいですね。では10を引いた22のダメージを入れます。よし、51、おい、OK、ではガタノソワ君だいぶうめき声を上げていますね。よし頑張れ。よしよし、触手いきます。はい、うん、入ります。安定だね、うん、ガタノソワ君。はい、アムちゃん回避どうぞ。 OK、 素晴らしい。よし、じゃ回復いきます。6、うん、まあまあ回復するし。さあ、あなたたちのターンが再び回ってきました。はい、お願いします、お願いします、お願いします。いけ、ナイス、素晴らしい。ほら、よしよしよし、うん、よしよし。では20のダメージが入ります。はい、ちょっと待ってね。相当体力あるんだな、本当に。はい、では先ほどよりもあなたたちを怒りに満ちた目で見つめてきます。はい、なんでこいつらは石化しないんだというように怒りながら触手を振り回してくることでしょう。触手いきます。はい、ダメージ上がりそうだね。うん、はい、青梅ちゃんです。オッケー、やったー、危ない危ない。では常時回復が入ります。うわ、結構出目がいいな。出目がいいね。ガタノソワ君順調だね。ではでは再びあなたたちのターンに戻ってきました、どうぞ。よろしくお願いします。お願いします、お願いします。わあ、ダメだ。ではあなたたちが剣を振るいましたが、その剣は後ろの大きな岩を切り裂き、ガタノソワ君には何のダメージも入りません。ガタノソワ君、ではガタノソワ君触手いきます。順調だな。うわ、ではどちらに行くかな。うわ、はい、ではハンダートに頑張れ。ではそうですね、あなたは一回結構失敗してるので回避半減でいきましょう。うお、私、はい、半減だから今いくつでしたっけ。77だから、77で、30、あ、どうします、半端なっちゃった。36か37、38でいいですかね。38、はい、失敗した。90、どっちにしても失敗してるわ。私なんてことを。まあまあ、休止の印があります。ダメージ半減です。触手当たります。では13減らしてください。まずい、私はもう意識がないな。あ、待って、13減らして3かな。13だよね。 OKOK、はい、ショックロールどうぞ。ショックロール、
ででん、成功、素晴らしい。まあ、あなたはまだ気絶することなくその場に踏みとどまることができます。はい、ギリギリで生きています。ギリギリでいい。これ次で決めたいな。そして求心の印発動。あ、そうだ、あなたの今与えられた13のダメージがそのまっくりガタの粗悪に行きます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3。 そして常時回復が挟まります。生きてる、まだ生きてる。では再びあなたたちのターンに回りました。どうする？あ、じゃあ私が2本と振る。うん、なんで？残念。ではガタノサ君のターンです。うわ、スペシャルだ。まずい。さあどっちだ、アオイちゃん。ああ、ああ、ああ、はーい、当たります。8。ああ8か。ああ、8ならいい。そんな低い数字出るんだ。そう、うん、ショックロール一応振っときましょうか。どうしよっかな。あ、難しい。どうしよっかな。致命的だ。そうですね。じゃあ、あなたは、まあ、体力は回復しましょう。はい。しかし、体力が回復したときに、そうですね。直視で叩きつけられた時に近くにココミちゃんがいます。その時にココミちゃんに剣が勢いよくぶつかってしまいました。ココミちゃん 1D3 のダメージ。痛い痛い、まずい。あぶねー。ない。しかし強制気絶。そうだ、ピーン。かー、あなたは起き上がることができません。応急手当て。まあまあ一回ちょっと待ってね、はい、そしたらまずは今当たったダメージを跳ね返します。ああ、そうだ。8,5,7,8とガタノソワ君の常時回復が挟まります。なんでそんな回復するんだよ。帰ってきてる。ではあなたたちのターンです。ココミちゃんが倒れてしまったので剣は持てません。はい、どうしますか。応急手当て。はい、振ってみて大丈夫ですよ。素晴らしい。ではそうですね、 1D3 で振りましょう。よし、素晴らしい。ではココミちゃんが起き上がることに成功しました。おはよう。よかったー。ちょっと泣きそうだ。おはよう。私頑張る。しかしガタノソワはあなたたちに触手を振りかざします。はい、お、失敗。よし、残念。いいぞ。よしよし。じゃあ触手はむにょうにょしただけで特に何もありませんでした。はい、しかし常時回復が挟まります。なんでそんな回復するの。だいぶ回復してるな。では再びあなたたちのターンが回ってきました。どうしましょう。どっちを振ったんだっけ。青目ちゃんが振ったんだっけ。うん、そう、そうか。じゃあ、うわー、ナイス。危ない。ダメージ振りましょう。まあ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 、18。はい、では18ダメージを食らって、ガタノソワ君結構フラフラしてきてるかもしれない。かも。先ほどよりもフシューフシューという音を立てながらあなたたちを睨みつけ触手を振りかざします。こっちに来い、こっちに来い、こっちに来い。さあどっちだ。よし、オッケー。アメちゃんです。よして成功。オッケー。成功。素晴らしい。素晴らしい。ギリギリ。入ります。1。オッケー。よしよし。いいよいいよ。いいよいいよ。さあ、あなたたちのターンです。
頼んだ。行くぞ。てい。うわ。はい、残念。危ねえ。ではガタノサ君触手いきます。あ、致命的失敗。致命的失敗だ。致命的失敗だと？では貴様はダメージだ。いいぞ。貴様はダメージだ。ガタノサ君調子悪くなってきたね。そうですね。先ほどえぐられたところが傷んでいるのでしょう。1D10 のダメージを食らいます。なんだ、なかなかだよ、ガタノソウ君。いいね。いいっすね。己の触手によって己を傷つけてしまいます。うん、しかし、常時回復が挟まります。6。うん。でもいい。でもいい。この、うん。この知恵がなかったみたいな感じになるから、うん、再びあなたたちのターンです。どうぞ。どうするの？私が振って成功してないからな。一回も。私行く。はい、頼む。ナイス、成功した。ナイスナイスナイス。はい、おー、いいね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 。よし、では引いた26のダメージを負います。はい、ちょっと待ってね。にょん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 。涙出てきた。頼む。今なんだっけ、26か。26、はい、もう十分でしょうか、タナソウ君。よいしょ。はい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 。ではガタノソウ君、だいぶやっつれてきていますね。しかしまだ死なない、倒れない、常時回復。ガタノソウ君、あ、そうだ、常時回復の前にあなたたちを攻撃しないとちゃん。そうだ、そうだよ。回復しときましょう。はい、触手成功。さあ、こっち来い。こっち来い。ああ、はい、まずい。私は回避できる。私は回避できる。はい、38だ、そうだ。38。私回避できない。私回避できない。回避、外れてしまいましたので、当たります。14のダメージがあなたに入ります。1を減らしてください。はい、マイナス10かな。マイナス10。バタン。あなたは自分より体のはるかに大きい触手の1本が直撃してしまうことでしょう。同じようにその大きすぎる触手で頭はひしゃげ、脳髄は飛び出し、目玉は飛ばり、体は骨ごと潰れて紙のようになり、押し出されるかのように内臓の一部がはみ出してしまう。しかしたとえ獅子が吹っ飛ぼうとも、あなたはみるみるうちに体が回復していくことでしょう。はあ、あれ。しかしあなたは死に親しいわけではありません。己が死んでしまったという恐怖に対し3チェックです。はい、あれ、生きてる。素晴らしい。 1D6 の減少をしてください。 1D6 なんでだ。1、2、3、4。ね、どうやらココミちゃんも普通の人間ではないのかもしれん。あら、まあ、よし、アーメちゃん、私普通の人間じゃないみたい。やるよ。うん、ではやるよという前に休止の印が発動。そうだそうだ、14。14は結構でかいんじゃないか、うん、でかいでかい。おー、なるほど。ガタノソワ君、もう虫の息です。しかし、常時回復入ります。ガタノソワ君！君は順調だね。でも、もうガタノソワ君はだいぶいろんなところから血のようなものが吹き出し、息も大大になっていることがあなたたちにもわかるでしょう、うん、あと一撃何とかして入れることができれば、ガタノソワを討伐することができるかもしれない。あなたたちのターンです。どうぞ。ココミちゃん行け。ミ
行くと思ったけど、私ってここに来るときさ、休んだ後産地いくつでしたっけ？休んだ後？一回寝た後、寝る前の不定の領域が64だったんだけど。あー、まあまあまあ、いいです。許します。やったー！やったー！私は元気だ！よし！日本刀振るよ！わーい！失敗しちゃった。マジかー。なんでやねん。じゃあ、テンション上がっちゃった。いきまーす。はい。失敗しろ。成功か。順調だな。こっち来い。まあ、どっちでもありか。どっちでもいいのか。頑張れ、回避。もう危ない危ない。産地じゃない。回避半減38。産地だけ減っちゃうからな。食らうと。うわー！ナイス！お、素晴らしい。では、あなたは奇跡的にその攻撃をシュバンと避けることができます。なおかつ、ではあなたはですね、避けたと同時にその触手の回復しようとしているのを阻止しました。十字回復なしでいきましょう。ナイス！やったー！やったー！ナイスすぎる。ただ失敗はしてる。では再びあなたたちのターンです。どうぞ。やったー。次こそは日本刀。うえなんてこと。荒ぶりすぎ。ではちょっとテンション上がっちゃった。テンションが上がりすぎてしまって、100ファン天の村雲が荒の方向へ飛んでいってしまいます。うわあ、取りに行かないと。取りに行かないと。では触手の攻撃いきます。うわ、成功しました。順調。ハンドワード1、青梅ちゃん、はい、回避どうぞ。はい、素晴らしい。OK、 素晴らしい。しかし常時回復が入ります。2か、取りに行くターンがいるからな。はい、そうですね。あなたたちはワンターン消費して天の村雲取りに行かなければいけません。はいはい、では取りに行くでよろしいですか。はい、あ、行きます。はい、では取りに行きました。せっ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 せとしていると、もう一度触手が荒ぶります。そうでしょう、荒ぶり触手。あ、おお、ナイス。やったやったやった。残念、ガタノスワー君もだいぶ疲れきっているのでしょう。触手はあなたたちをめがけて狙いますが、あらぬ地面をえぐります。うん、そして常時回復が入ります。うわー、一回ぐらい私日本刀成功させたいんだけどな。振ってどうぞ。 あなたたちのターンです。どうぞ。いきます。はい、よっしゃ、あった。さあダメージいけいけ、ココミちゃん。あ、私？うん。いけるか？いけ！私のダメージ！ナイス！うわー！素晴らしい！これはオーバーキルだろう！あなたのその素晴らしい一撃が、このガタノスワのおびただしい目の一つにズシャッと突き刺さり、ガタノスワはフシューという音を上げて倒れ伏すことでしょう。よし。取った。なんだろうね、この私と青梅ちゃんのこのランダムで高いか低いかの入れ替わるこれ、うん、ね。うん、すごい惑わされてる。でもよかった、一回決められて。いや、よかったよかった。そしてガタノスワは青梅ちゃんに、青梅ちゃんすらわからない言語で何かを言い捨てて地響きとと倒れ伏しました。倒したのかな。そうみたいだね。やったんですね。あ、ココミさん、一度だけ私に体の主導権を譲ってはくれないでしょうか。お礼を直接言いたいのです。直接？今、そうですね、私はあなたからテレパシーのようしているだけなので、私自身の口から出ているわけではないんです。ああ、そうなんですね。わかりました。じゃあ顔面だけ。はい、いいですか。顔だけじゃあお借りします。はい、お二人に感謝を。我らが悲願を達成することができました。これで
何万年の退屈に耐えたのも食われます。さて、私はもう限界です。何よりも疲れてしまいました。でも、最後に人類を救った立役者になれたのだから、あの世でみんなにも自慢できるでしょう。そしてソヨグは、アオメちゃんの手を取り、こう言うでしょう。主よ、いつか我々の声に応じてくださると信じておりました。そのような麗しいお姿でいるには、何か理由があるのでしょう。人類を、どうかよろしくお願いしますね。シュブニグラス様。